皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。東京都が東京駅から築地、豊洲市場などを経由し、有明までの都心部臨海地域地下鉄の事業計画案を発表いたしました。今回はこの事業計画案の内容およびその背景にある東京都の様々な施策について解説をいたします。それではまず東京都が昨日公表いたしました都心部臨海地域地下鉄の事業計画案1ページ目から見ていきましょう。こちらではこの計画案についてこれまでの経緯が記されています。この計画案は交通政策審議会答申第198号にて国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトとして位置づけられた後、交通政策審議会答申第371号にて今後臨海部の都市づくりとともに常磐新線 TX 延伸との接続も含め事業化に向けて関係者による検討の深度化を図るべきと示されました。交通政策審議会とは国土交通省内にある審議会で、その名の通り交通政策を調査審議して国土交通大臣をはじめ関係各大臣に意見陳述する役割を持っています。その審議会が平成28年4月2016年に遡りますが、答申第198号を提出し、都心と臨海副都心のアクセス向上、山手線などとの混雑の緩和といった意義を評価しつつも、検討熟度が低く構想段階であるため関係各所において十分な検討が行われることを期待、また事業性の確保に向けて都心部臨海地域地下鉄構想と常磐新線延伸を一体で整備し、常磐新線との直通運転化などを含めた事業計画について検討が行われることを期待といった2点を課題としております。この時点ではまだまだ大まかな構想に過ぎず、建設主体、運行主体などを含めて計画することが必要とし、そして都心部臨海地域地下鉄単独では事業化が難しいため、常磐新線との直通運転も検討するようにとされたわけです。ご存知のことかと思いますが、常磐新線とはつくばエクスプレスのことで、つくばエクスプレスはもともと東京駅を起点として開業する予定だったものが、莫大な事業費のため秋葉原駅を起点として営業を開始していますが、現在においても東京駅への延伸構想が残っており、沿線自治体もそれを求めています。そして昨年令和3年7月に提出された答申第371号においては、まず臨海部においては築地、晴海、豊洲、有明などで大規模で多様な開発計画が進展計画されるとともに、さらに将来を見据えて東京都は未来の東京戦略を令和3年3月に策定、かっこ町人仕事創生法第9条第1項に規定される都道府県町人仕事創生総合戦略に位置づけし、臨海部の将来的な都市像を示した。都心部臨海地域地下鉄構想は世界から人、企業、投資を呼び込み、東京と日本の持続的成長を牽引する臨海部と区部中心部をつなぐ基幹的な交通基盤としての役割を担うことが期待されており、今後臨海部の都市づくりとともに第198号答申において指摘されている常磐新線 TX 延伸との接続も含め、事業化に向けて関係者による検討の深度化を図るべきである。このようにまず東京都が策定した未来の東京戦略というものが評価されています。これについては次のページでさらに深掘りします。そして臨海部の都市づくりとともにつくばエクスプレスの延伸接続も含め、事業化に向けてさらに具体化するようにとの提言であり、それをもって今回の都心部臨海地域地下鉄の事業計画案の発表に至っているわけです。次のページでは
都心部臨海地域地下鉄が東京都の政策においてどのように位置づけされているかが示されています。実は今回この部分が臨海地下鉄の事業化計画案にあたって最も肝に当たる部分となっています。まずその臨海部の位置づけですが、未来の東京戦略において臨海部では区部中心部との近接性、国内外の玄関口、東京2020年大会のレガシーの集積などの強みを生かし、世界から人と投資を呼び込み、東京と日本の持続的成長を牽引する未来創造域が形成されるという将来像を示している。ここで東京都が昨年3月に公表した未来の東京戦略の資料の一部をご覧いただきましょう。この中にある東京ベイESG プロジェクトというのが今回の都心部臨海地域地下鉄の事業計画案の発表に結びついたもので、東京五輪のレガシーを生かしつつ新たな商業機能、エンタメ施設、物流ターミナルなどの経済の活性化を図り、環境に配慮した新しい都市像というものを示したものです。この資料については概要欄にリンクをつけておきますので、資料すべてをご覧になりたい方はそちらからご覧になってみてください。そして都心部臨海地域地下鉄の必要性については、東京ベイ ESG まちづくり戦略2022において本路線は区部中心部と開発が進む臨海地域とをつなぐ基幹的な交通基盤、いわば背骨としての役割が期待されている。大いなるポテンシャルを有するベイエリアの鉄道網を充実させ、東京を持続可能な都市にし、日本の成長を確かなものとしていく上で重要な路線として、区分 B 2040年までの実現を目指す取り組み、括弧取り組みの特性により一部未着手、制度構築などを含むに位置づけられている。このように先ほどの未来の東京戦略の中で示された東京ベイ ESG プロジェクトが今年の4月さらに深度化され、その資料が公表されております。そちらをご覧いただきましょう。この資料についても概要欄にリンクをつけておりますので、こちらでは関係箇所のみをご紹介いたします。全文ご覧になりたい方はそのリンクからご覧になってみてください。この資料の中にある戦略5においては臨海地域での交通について触れられています。5つの鉄道ネットワークのうち4つ目にて、都心部臨海地域地下鉄の新設、区部中心部と開発が進む臨海地域とをつなぐ基幹的な交通基盤、いわば背骨としての役割、大いなるポテンシャルを有するベイエリアの鉄道網を充実させ、東京を持続可能な都市にし、日本の成長を確かなものとしていく上で重要な路線、臨海地下鉄の事業計画の検討を進め、路線の具体化をさらに加速。都心部臨海地域地下鉄の事業案にて触れられているのがこの箇所で、このプロジェクトにおいて背骨と表現されているように、都心部臨海地域地下鉄は必要不可欠な路線として位置づけられています。そしてこちらの資料では、それぞれのプロジェクトに区分 A、B といったように実現を目指す年度で区分されており、都心部臨海地下鉄は区分 B、 2040年までに実現を目指す取り組みとされています。余談になりますが、ここでは羽田空港アクセス線の区分が A、B となっており、建設中の東山手ルートが区分 A、 臨海ルートは区分 B に想定されているようです。事業化が決まった地下鉄の品川延伸、有楽町の延伸、事業計画案が出された蒲蒲線についても区分 B とされており、これらも都心部臨海地域地下鉄と同様、2040年までの実現化を目指す取り組みとされています。このように東京都が示した未来の東京戦略、東京ベイ ESG プロジェクトを実現化するにあたり、都心部臨海地域地下鉄の構想も具体化する必要があり、今回事業計画案を発表するところまで進んできたわけです。そして次のページ行きましょう。検討にあたっての前提条件ですが、検討の範囲は都心部臨海地域地下鉄の単独整備についての検討となっており、つくばエクスプレスについては将来の接続を見据えたものとして今回の事業計画案の対象から外れています。
その理由については次の都心部臨海地域地下鉄の起点でも示されている通り、東京駅周辺は国際ビジネス拠点が形成される将来像が示されるとともに、多くの大規模な再開発が進捗している。また東京駅は新幹線や各方面への在来線が行き交う大規模ターミナル駅である。国際ビジネス拠点との連携や人の交流を広域的なものにすることで、臨海部のポテンシャルを最大限向上させるとともに、より広域的に本路線の整備効果を発揮させることが可能となるため、本路線の起点は東京とするといったように、まずは今回の臨海地域と都心部の中心である東京駅を結ぶことが最重要課題とされています。またつくばエクスプレスは東京都、埼玉県、千葉県、茨城県の4つの都県にまたがる路線であり、さらに筆頭株主は茨城県ということもあって、延伸するにはその調整にも時間がかかります。先ほども触れましたように、2040年までに臨海地域の交通網の整備を目指しているため、事業計画案がすでに提出されている地下鉄の品川延伸、有楽町の延伸、蒲蒲線に比べてかなり遅れをとっており、時間的余裕がなく、都心部臨海地域地下鉄の事業計画の検討は速やかに進める必要があります。そういった事情もあって、その調整に大変時間がかかるつくばエクスプレスとの接続は今回見送られたと考えられます。またこれまでの構想では、つくばエクスプレスとの接続なしで事業化が難しいという考えが示されてきましたが、今回東京都が提言した未来の東京戦略、東京米 ESG プロジェクトは、つくばエクスプレスとの接続なしでも十分建設に値するという評価がなされたという見方もできるでしょう。それでは次のページ、ルートと駅の位置を見ていきたいと思います。まず東京駅ですが、地図で見る限り八重洲側の少し北にずれた場所になりそうです。ここに時和橋プロジェクトについて触れられていますが、これは東京駅八重洲北側で進められているプロジェクトで、そうしたことも駅設置場所に関係しているのかもしれません。またかつての調査で、つくばエクスプレスを東京駅に延伸した場合、丸の内側の大深度に設置されるとされましたが、都心部臨海地域地下鉄の駅が八重洲側にできるとなると、つくばエクスプレスとの接続は難しくなると思われます。次の駅は新銀座ですが、これは地図では銀座のどのあたりになるのか今一つ明確ではありません。現段階においてはかなりラフなルート設定となっておりますので、それも致し方ないところです。その次は新築地駅で、これは築地の再開発と大きくリンクしており、街づくりとの連携などが示されています。次の駅は勝どき駅、ここは大江戸線との乗り換え駅になるようです。その次は晴海駅で、ここは完全な鉄道空白地帯ですので、このエリア一帯の利便性向上に寄与します。その次は豊洲市場駅、ここには特に触れられていませんが、ゆりかもめとの乗り換えも可能になると思われます。そして終点が有明東京ビッグサイトです。臨海線国際展示場駅とゆりかもめの有明駅が乗り換え駅として想定されています。臨海線は羽田アクセス線臨海部ルートの一部とされており、その実現も検討されているため、将来的には臨海地域から羽田へのアクセス向上も視野に入っています。そして次のページでは、概算事業費約4200億円から5100億円、費用対効果1以上、収支採算性、累積資金収支黒字転換年30年以内、事業スキームは地下高速鉄道整備事業費補助、または都市鉄道利便増進事業費補助を想定とされています。まず事業費についてですが、地下鉄の品川延伸が距離 2.5km で約1300億円、有楽町線の延伸が距離 4.8km で約2700億円、今回のルートは路線距離約 6km となっておりますので、妥当なところかと思います。費用対効果は費用便益費のことを指しているようですが、具体的な数値は示されていません。ただ都心部の路線であれば1を大きく超えていることは間違いないでしょう。地下高速鉄道整備事業費補助、そして都市鉄道利便増進事業費補助はともに国土交通省の助成金ですが、
地下高速鉄道整備事業費補助は対象となる額の 35% とされており、最近では浪速筋線の建設に適用されています。都市鉄道利便増進事業費補助は対象経費の3分の1となっており、相鉄 JR 直通線、同じく東急直通線への適用実績があります。最後のページは今後の検討事項ですが、すでに触れましたようにつくばエクスプレスや羽田空港への接続を今後も検討するとあります。ということで資料は以上となります。現段階におきましては具体的な事業計画案が出されただけで、建設主体や営業主体は示されていません。運行主体が東京メトロになるのか、臨海線のような第三セクターになるのか、現段階では不透明ですが、この鉄道路線が東京都が主体となった第三セクターのようなもので建設されることはほぼ間違いないと思われます。つくばエクスプレスとの接続の可能性を残すのであれば、第三機場やリニア地下鉄にすることはできず、通常の鉄道と同じようなものになると思われますが、これも現段階では何とも言えません。これら詳細については今後の進展を待ちたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。